リンテンバイエルン。岡崎リンテンがラジオで行うギターワンポイントレッスンです。今回のお題はこれ。同じトップノートでコード進行を作る、その2。先週に続いてトップノート同じ音を取りながらコード進行を展開していこうという、まあこれはテクニカルな部分というよりも一つのまあアレンジあるいは曲作りに役立つエクササイズですね。それをやってみましょう。まあ先週ワンノートサンバとかね、あるいは巡回コードを使って、まあトップノートを変えないで、コード進行を作ると、そういう部分触れてみました。まあ僕のオリジナル曲の中でもね、そういうものはあります。例えばウィルコーっていう曲ですけど、キーが G ながら、トップノートを2弦の3フレットですね、 D の音で取りながらイントロが、こういう風にね、常に D の音を取りながらいくつかのコードで展開されるという、そういう曲もあったりもします。まあ巡回コードはね、先週はキー D で、まあもともとは D、B マイナー、E マイナー、A7 ですね、こういう巡回コードだったもののトップノートを F シャープに置いて、1弦2フレットを常に、置いといて、そこでコード進行、つまり、若干のテンションの音がついていくという、コード進行をまあ例に取りました。まあいろんなキーでもできますね。まあちなみにまあ C でいくと、こういう感じになりますね。キーが先ほどの D のキーと一音下がっただけで、コード進行は同じです。まあこの D の巡回コードの場合は、例えばコード進行は同じながら、トップに来る音を変えていくと、これは、僕がアレンジした上を向いて歩こうになっちゃうわけですけどね。まあそのようにヒントはあらゆる場所に転がっています。さて、トップノート一つを変えないでという話をしましたけど、これが二つを変えないでということもできちゃいますね。1,2 弦の音を常に同じにしておきながら、コード進行を変えていく、まあこれは一番いい例がですね、やはりこれが僕がカバーした曲なんですけど、 The Water is Wild っていうのがあります。1弦目、2フレット F シャープですね、そして2弦目3フレット D、 この2つの音を動かさないでずっとコード進行を作っていこうという、まあイントロアレンジしたわけなんですけど、その出だしの冒頭部分、そして最初は G メジャー7から始まりました、そして、次が C7-9 ですね、これに、この F シャープの音、つまり、これはそうですね、フラット5になりますけど、この音が加わります。そして Bm7、こちらも一弦に同じ音です。そして、次が E7 の 9th ということになりますけど、全てのコードで、1弦2フレット、2弦3フレットが動かない、まあ、押さえられる指は変わりますけどね、そしてそれに続く、Em7、 9th ですね、その、コードも1弦2弦同じ音で取られています。まあ、このように2本のトップノート、2つの音が常に動かないでコード進行を作っていくっていう手法もありますので、皆さんも挑戦してみてください。以上、リンテンバイエル
トップノート同じでコード進行を作ってみようというね、エクササイズチャレンジしてみましたけど、いかがだったでしょうか。このコーナーでは、皆さんからのギターに関するご質問ご相談ね、あるいは悩み事何でも受け付けますのでね、番組ブログよりお送りください。番組ブログは検索サイトよりアコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができますのでね、ぜひ皆さんのギター向上にお役立てください。以上、リンテンバイエルのコーナーでした。